皆さんこんにちは。ハッピーサイエンススピリチュアル人生相談です。私は高宮ふきです。今回は学生青年担当職員の小林博美さんにお越しいただきました。今日はどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この番組は皆様からお寄せいただいたお悩みに幸福の科学の仏法真理の観点からお答えしていくシリーズです。それでは早速20代女性からのお悩みをご紹介したいと思います。 SNS のいいね依存症になっています。暇さえあれば SNS を見てしまい、誰か私の投稿に反応してくれたかな、あれこの人私の投稿にはいいねしてくれないのに他人にはいいねしてる、どうしてなどと考えてしまいます。いいねがたくさんもらえると自分の価値を認められている気がして安心してしまいます。一方でいいねがもらえないと他人から見捨てられている気がして辛いです。毎日毎日こんなことの繰り返しです。他人からの評価を気にせずに生きていくためにはどうすればいいのでしょうか、という内容です。これ悩んでいらっしゃる方は多そうな気がしますね。SNS というのは、ソーシャルネットワーキングサービスと言いまして、有名なもので言うと、Twitter ですとか、Facebook、あと若者だと Instagram とか、LINE も実際そうですよね。そうですね。はい。大人もそうですが、若者の間でも流行っているので、こういう悩み多いんじゃないでしょうかね。そうですね。はい、若者の中ではやはり SNS での評価の悩みはたくさん聞いております。私も実際に高校生ぐらいの時ですね、すごくこう、SNS 上で友達が友人同士で遊びに行っていることを知って、私誘われてないっていうふうに悩んでしまったりとか、SNS 上の顔が普段の、性格とちょっと違ったりとかして一喜一憂することもありました。なるほど、なんていうか匿名で利用できるところが便利だったりするんですけど、一方でそのバレないっていう気持ちから過激な発言が出たりとか、その場合によってはいじめになったり、詐欺被害に遭うっていうような事件につながったりすることもあるので、 SNS って使い方が大事ですよね。そうですね。はい、SNS に限らず他人の評価を気にして、安心したり満足したりっていうことは本能的なことだと思います。このような相談を持っている方も多いのではないでしょうか。はい、で他人のからの評価を気にせずに生きていくにはどうしたらいいでしょうか、という質問でしたが、高宮さんは他人からの評価を気にせずにする秘訣はありますでしょうか。そうですね、立場上、時には批判も受け止めなければいけないっていう立場かなと思っているので、やはりこう全てを無視することはできないんですけれども、若い人にお伝えしたいなと思うのは、大川隆法総裁の書籍、世界に羽ばたく大鷲を目指してっていう書籍の中にですね、こういう内容があります。若者は主観性が強い生き方をしてるんじゃないかっていうところなんですけれども、若い時代は結構主観性が強い生き方をしているので、客観的な自己評価ができているかどうかは微妙だと思います、っていうふうにおっしゃってるんですね。例えば他人から言われたことを強く感じすぎる場合があるでしょう。褒められてもあまり信じられなくて軽く受け流してしまうのに、悪いことを言われるとものすごく信じてしまって、それを心に刻んでしまったりすることがあるのです。これ私若い頃こうだったなって本当に思うんですけれども、やっぱりこう傷ついている自分っていうのを自覚したら、やっぱりこう若いからそういう面が出ているっていうのも あると思うんですよね。それをまず知ってもらいたいなと思います。あとはですね、その SNS という形でのそのいいねの評価っていうのは、一つの指標にしか過ぎないんだっていう視点も大事だと思うんですよね。こちらは書籍幸福の科学の10大原理上巻の中に紹介されているんですけれども、自分を過大評価してしまっても、また転落のもととなるけれども、過小評価しすぎてもいけない。たとえ皆さんのことを悪く言う人がいたとしても、皆さんのことをよく思ってくれている人もまたどこかにいるはずである、
こういう見方も一つの人生の安全弁であろうと思います、というふうにあります。やっぱり傷ついてしまうと、ある意味でこう全てが否定されたような、うん、オールオアナッシングの気持ちになってしまうことってあると思うんですけれども、それだけではない、自分の中の大切な価値っていうものはそれだけで失われたっていうことではないっていうのに気づいていただけるといいかなと思ったりしました、うん、ひろみさんはですね、はい、他に何かアドバイスしたいことってありますか？そうですね、 SNS に関して言いますと、 SNS の反応を気にして、この今こう生き方ですとか生活がこう翻弄されるっていうのはすごくもったいないかなって感じております。はい、なのでまあおすすめしたいことの一つ、アドバイスとしては、 SNS から一度離れてみるっていうところも大事かなと思います。はい、アプリをアンインストールして、で、まあ、少しこう携帯の中でのこう評価を気にするのではなくて、日々自分を高める勉強ですとか、新しいこう関心を広げたりですとか、そういう、こう充実した生活を送っていくことで、意外とこう時間が解決して SNS のことを忘れていたりとかもするので、一度やめてみるっていうのも大切かなと思います。確かに携帯から消してしまえば見る必要もなくなってしまうんだけど、そういう世界ですよね。意外と気になって見ちゃって、逆にこうね引きずっちゃったりってありますよね。ありますね、はい、結構永遠に時間も費やせるものになってますので、 SNS が、はい、なのでこう、まあ、現実の世界をでの生活を充実させるっていうところで、私がすごく学生時代にやっていたこととしては、はい、目標を決めるっていうところですね、うん、一つこう私はこんな人間になっていきたいっていう目標を持っていると、現実で夢に向かって歩き出すことができますので、はい、やはりこうその夢に向かうための SNS の活用、うん、モチベーションを高めるために使っていただくっていうのはすごくいいんじゃないかなと思います。はい、プロのサッカー選手の三浦知良さん、わかります、はい、その方が書籍、自伝というか、うん、出されてるんですけど、なるほどって思ったところがありまして、選手は結果を出せば何も言われず、出さなければ私生活まで悪いように言われるものだと。でそれも肥やしにするしかない。で誰だって叩かれるのは嫌だけど、でも批判を受けていたかいないかで逆境の時に乗り越える強さが変わってくるっていう風におっしゃってて、うん、強いなって思うんですけど、すね、うん、やっぱり目標を持って、ま、勤勉に努力をしている人っていうのは、うん、他人からの評価に関係なくその歩み続ける力って備えてるなっていう風に思うんですよ ね、うん、ですね、ま、目標を持ったりとか、そうですね、はい、そういう面を持っている人って強いんだろうなって、本当にそうだと思いました。あと他人のこう評価って自分でどうにもならないじゃないですか。確かに、こう人の気持ちはコントロールできないというところがあるので、はい、じゃあ自分で何ができるのかなって思った時に、すごく大切なのは、自分が他人に対して何ができるかっていう、こう視点に切り替えることかなと思います、はい、例えば SNS の投稿で言えば、はい、自分の投稿を見てくれることで、まあ、誰かを元気にしたいとか、誰かのモチベーションに自分がなりたいっていう視点で SNS をまあ活用していくと、はい、他人のこう反応が来た時に逆に感謝ができるような、なんでこの人から連絡来ないんだろうとか、いいね来ないんだろうっていう視点ではなくて、いいねが来てありがたいっていう視点に変わるのではないかなと思いました。そうですね、はい、何かこう何々してもらいたいっていうマインドから、うん、何々してあげたいなっていう風なマインドに切り替えるっていうのが大事ですかね。大事ですね、はい、あとは SNS のいいね以外に指標を持つということが大切なのではないでしょうか、うん、ここに自分の価値観や人間性というものが出てくるかと思います、はい、ではここで大川隆法総裁の書籍繁栄の法則から、現実の価値観と仏法真理の価値というところを紹介させていただきます、はい、結局は他人の評価に惑わされず、仏法真理に即した価値観を持って生きていくことが一番大事なのです。他人がああ言ったこう言ったということを気にせず、仏法真理の価値観に目覚め、それに即して生きていくことです。なるほど、教えていただいてます、はい、仏法真理に即した価値観というと、
具体的にはどういう価値観なんでしょうか。例えばね、例えば、はい、私は仏法真理に即した生き方っていうのは、まあ、自分自身を仏の子として自覚するっていうことではないのかなと思っております。なるほど、はい、自分自身をどういう存在として感じるかっていうところなんですけれども、うん、私の大好きな書籍、はい、大川隆法総裁の書籍の中に不動心という書籍がありまして、うん、はい、でその不動心の中には人生の苦しみや迷いの大部分は心が揺れていることに起因している、そして心の安らぎがない状態が苦しみだっていうことを教えていただいております。はい、では本物の不動心、揺るがない心を作っていくにはどうすればいいかっていうところがこの本に書かれているんですけれども、うん、はい、それが仏の子としての自覚、仏の子の自覚と教えていただいてます。はい、これは私自身もこの仏の子としての自覚っていうものを自分の中に持った時にどういうふうになったかっていうところなんですけど、うん、やはりこう他人の評価っていうものは変わっていくものではあるんですけれども、うん、自分の中で自分が神様の子なんだ、仏の子なんだ、その仏の光が自分の中にも宿っているんだって信じることで、やはり自分の中に可能性や希望を見出していけるっていうところですね。そこが本当に大きく自分の中でこの教えによって変わったところかなと思います。はい、やっぱりこう他人からの評価にやっぱり傷つきやすい自分っていうのは、うん、ある意味自分に自信がないっていう側面を表しているのかなとも思いますが、こういうこう仏の子供としての自覚っていうのが、うん、あの揺るがない大きな自信につながっていくっていうことなんですね。そうですね、はい、あとその書籍の中にダイヤモンドの原石ですっていうことも、うん、伝えていただいてまして、はい、私たちはまだ私も全然未熟ですし、いろんな方々のお役に立てない部分もたくさんあるんですけれども、でも仏の子としてこうダイヤモンドの原石でこれから磨いていけば、自分で努力していけばお役に立てる自分になれるっていうような希望ですとか、あとこう他人に対してもですね、その人のことをこう理解できないことがあったとしても、うん、その方もダイヤモンドの原石で自分とは違う輝き方や磨き方をして輝いているんだっていう視点が入ったので、すごく良かったなと思います。はい、ありがとうございます。なんていうか仏の子としての自覚が未来の自分、自分をダイヤモンドの原石だっていうことを信じることができるがゆえに、明るい未来を描くことができるし、人からもらいたいっていう気持ちであった自分から、私も人の役に立てるんじゃないか、愛を与えていくことができるんじゃないかっていうことをまで考えていける、うん、そうしたこう未来を切り開いていく力を不動心は持ってるのかなと思いました、うん、そうですね、やっぱりこう自分が愛されたい、評価されたいっていう、こうベクトル、自分へのベクトルから、うん、こう相手の人を幸せにしたい、または元気になってもらいたいっていうように、こう愛を奪う側から与える側に、うん、変わることができる書籍なのかなというふうに思っております。うん、はい、幸福の科学の教えの中でやっぱり愛の教えっていうのは、うん、基本であり、ね、卒業できないぐらい奥が深いものですよね。与える愛は本当に奥が深くて、やっぱりこの自分自身を愛することができないと、もしくは自分自身を正しく見ることができないと、相手の方をこう正しく見たりとか愛することができないので、この質問してくださった方もこう自分のこう評価、自分への評価で自分の価値が左右されてしまうっていうところをこうおっしゃってくださってたと思うんですけれども、本当の自分っていうものは何なのかっていうところを学んでいくことがすごく大切なのかなと思いました。はい、でやっぱりそれに気づいていくことで、自分自身が悩んでいたものを、うん、やっぱりこうなんていうんですかね、解決することで人が悩んでいる姿を見て理解できる力になりますよね。うんうん、そうですね、はい、今回のお話は SNS に限らず、他人からの評価に傷つきすぎない力を身につけるために必要な教えばっかりだったなと思いました。うん、大川隆法総裁の書籍は若者の悩みに直結した答えが書いてあります。
本当に多くの若者のお話を聞いてきましたが、皆さん大川隆法総裁の書籍を読んで、自分を変えていって未来を変えていった方ばかりですので、ぜひ学んでいただきたいなと思います。ありがとうございます。それでは最後に、書籍聖堂の法に収録されております法話愛を広げる力からの抜粋を紹介して、以上とさせていただきます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。みんな人からもらうことばっかりを考えて、愛を人に与えることをどうしてそんなに戸惑い迷い損をしたことのように感じるんでしょうか。愛が欲しい人がいっぱい地上にあふれているのに、どうして自分ももっと欲しいと思うんでしょうか。あっちにもこっちにも愛が欲しい人ばかりがあふれていて、愛を与える人が極めて少ない存在になっています。だから私は今あなた方に言います。他の誰からも自分は愛されていないと思っている人が、もし皆様の中に一人でも存在しているとするならば、私はあえて言います。私はそんなあなたも愛しています。あなた方一人一人を愛しています。皆様、愛を人に与えることには一円もいらないんですよ。それはあなたが心の中で思いの方向性を変えるということなんです。人からもらえば幸福だと思う考え方を改めてください。自分が神よりくださった愛が宿って生きている存在であるということを知ってください。すでに与えられているんです。すべてのものはすでに与えられているんです。生きようとするんでなく、自分が今生かされているんだということを知っていただきたいんです。生かされているんですよ。数多くの力によって生かされているんです。本日ここに集まるにあたっても、皆様は独力で来られたと思っているかもしれないけれども、この幕張メッセの地に来るために、実は目に見えぬ数多くの人々の力が積み重なって、皆さんがここに今日いることができるんだと私は思います。そうした生かされている自分ということに気がつかなければ、愛を与えるというところに思い至らないんですよ。